富良野観光物語。カラマツの応用。秋から冬へ。赤や黄色に色づいた木々の紅葉が終わり、たくさんの落ち葉が公園や歩道に舞い落ちる11月、晩秋を迎えた北海道富良野。この時期、富良野の森や林ではカラマツの応用が始まります。漢字で落葉松と書くように、落葉する針葉樹として知られるカラマツ。カラマツの応用は富良野の晩秋を彩る代表選手です。北海道中富良野町北西山のカラマツ林も濃い黄色に色づいています。高さ20〜30メートルにもなるカラマツの木、カラマツ林には午後の日が差し込み、長い影を作っています。秋の深まりを感じる北西山の遊歩道を歩いていると、プツンプツンと小さな音が聞こえてきました。カラマツの茂みに目を凝らすと、エゾリスの姿が。木の上で食事中のようです。しばらく行くと、今度はキツツキ。熱心に虫をついばむアカゲラに出会いました。頭の後ろが赤いこのアカゲラはオスのアカゲラです。アカゲラが飛び立った後、木の幹を覗いてみると、驚くほどしっかりとつついた跡が残っていました。木の根元には削れた木の破片が飛び散っています。20センチほどの体で、くちばしもさほど大きくないアカゲラの見事な仕事ぶりです。黄色に色づいた森の散策を楽しんだ日から数日後、
富良野では初雪が降りました。中富良野町北西山の唐松の林も雪化粧です。紅葉した葉の上に白い雪を乗せています。北西山から望む中富良野町の町もすっかり雪に覆われました。数日後、暖かい日差しで雪は溶け、北西山の唐松林は黄色が一層濃くなりました。十勝岳連峰山頂の白い雪は日に日に里に近づいています。そのふもとに広がる唐松林も茶色く色を変えています。柔らかい日差しが唐松の林やうっすら雪化粧の田畑を照らしています。濃い黄色に色づいた唐松、また一つ季節が冬へと進んでいきます。富良野市街からほど近い清水山の唐松林もこんがり狐色に色づいています。青い空、茶色い唐松、白い雪化粧の畑、秋の終わりと冬の始まり、そんな光景です。清水山の唐松の林を歩いてみました。暖かい日差しで木々に積もった雪が溶け、その雫が雨粒のようにポタンポタンと滴り落ちています。秋と冬、晴れと雨が混じったような不思議な光景です。夕方になると夕日に照らされた唐松林はより一層深みのある黄色に、日が沈み暗くなるのが早くなるこの時期は少し寂しい気持ちにもなります。寒さが増し、雪の降る日が増えるにつれ、唐松は葉を落とし、唐松の林から
色がなくなっていきます。秋の終わりを告げる枯葉色のカラマツ林の前には、秋にまかれた秋巻き小麦の若々しい緑色の畑、対照的な光景です。曇りがちで肌寒い日が多くなる11月中旬、中富良野町北西山のカラマツは葉をすっかり落とし、林の中は落葉したカラマツの葉で茶色の絨毯を敷き詰めたようです。茶色の針のようなカラマツの葉、降り積もる葉を押し上げて黄色いキノコが小さな傘を広げています。幹がむき出しとなったカラマツ林、木々の隙間から空が見える光景に一層の肌寒さを感じます。カラマツの葉の茶色い絨毯の上にうっすらと雪が積もる日があり、溶ける日があり、雪は溶けては積もりを繰り返し、冬を迎えます。11月下旬、この日の朝は氷点下まで気温が下がりました。中富良野町北西山のカラマツ林は、雪と寒さで真っ白に、本格的な冬の訪れを感じる光景です。イガグリやキノコも頭の上に白い帽子を乗せています。たくさんの実をつけたカラマツの枝も雪で真っ白です。カラマツの実は冬眠をしないエゾリスたちの冬の食料にもなります。北西山の遊歩道を歩いていると、東の空が明るくなってきました。朝のまばゆい光が差し込み、白い雪に覆われた中富良野町の町を照らしています。北西山の斜面に広がるラベンダー畑にも明るい朝の日差しが降り注いでいます。雪を乗せたカラマツの枝も朝日に照らされ、溶けた雫がキラキラと輝いています。
寒さで凍結している道路も朝日に照らされてまっすぐに続く道のように輝いて見えます。明るい朝日を浴びて大きく深呼吸。気持ちの良い一日の始まりです。今日はカラマツの応用から秋から冬へと移りゆく季節の風景をお届けしました。